皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？遊んでいますか？皆さんいろんなゲームで遊んでいますか？本日ご紹介するのはこちら。ドン！Raging Force。これは結構、中華ゲーム機のテストなんかで僕がよくやっているゲームですが、ようやくこれをお伝えできる時が来ました。もう、個人って言うと、パルスター2になるんかな。だからこれは、僕が、まあこれはもう MVS で一番面白いシューティングで、今日までいろんなシューティングゲーム出てきましたけど、僕はこれはトップ、俺の中で一番かな。一番やと思う。そういう、酒ゲー、最近はこうね、弾幕系とかいうのがもうほぼ9割占めてますけども、普通にシューティングとして遊べる。いや、えぐいよ、えぐいけども、シューティングとして遊べる、まあ昔ならではの手動で逃げれる、ゲームかなと思いますんで、今日はね、これをやっていこうと思います。動くかは知りません。やっていきましょう。それでは、いつも通り、まずは、こちらですね。MVS の準備から始めます。これは電源ですね。電源はもう繋がってるね。電源は繋がってる。で、これですね。はい。今日は一人用でやるんで。よいしょ！ですね。これがちょっと飛び出しすぎやな。よいしょ。今回ちょっと別のアーケード筐体で遊んだんで、ちょっと。で、また、うちの動画をね、初めて見る人もおられると思います。最近新しい人多いんでね。この棚はおじいさんが自分で作った棚ですよ。ちなみに、過去動画にあるんで、サブの方か。サブの方で作った動画があるんで。で、ネオジオ用はこれ。ネオジオ用というか、まあ、ジャマですね。ノーマルジャマ用のコンパネ。これもおじいさん手作りです。この外は、あれですけどね、アーケードの筐体ですけど。で、ワンコンと、このハーネスもおじいさんの手作りです。ワンコンと、もう今ないんですよ。もう今ノーマルの邪魔のあれがないんですよ。今ね。もうあのコネクタ、ハウジングっていうの、コネクタか。コネクタがもう売ってないんですよね。はい、これでいけます。で、よいしょ。で、まあ一番に入れましょうか。今メタルスラッグ3入れてるんで、これ抜いて、ではちょっと動くかわからない。まあ掃除今してませんが、ブレイジングスター。夢工房やったかな。はい、それでは、電源入れていこうと思います。よいしょ。ここに、これか。これがまずスピーカーですね。トゥルトゥン、トゥルンルン、ルンルン、ルンルン。あいよ、あくもーって聞こえますんで、聞いてください。火花が散りました。大丈夫でしょうか。なんか向こうから聞こえてなくない？音。今こっちからしか聞こえなかったよな。あれ？あ、ちょっと待ってよ。あ、聞こえてるわ。びっくりした。AUX mode。 いや、先はこっちからだけやったような気がする。え、怖。それではですね、電源入れていきます。先の火花が関係してるんかな、怖いな。では行きます、ナムさん。ドン。さあどうだ。夢工房と出てきたら成功。なんか音おかしいな。こんな音やったっけ。いや、なんかおかしいな。なんか音おかしいな、さっきから。あ、ごめん。あ、いけた。音大丈夫？綺麗な音鳴ってる。
ごいね、ドット絵でこれ、うわすごい、レンダリング 3D ですね。それではやっていきまーす。ちょっと音ちっちゃいか。いきます。絵がめちゃくちゃ綺麗なのよ、これ本当に絵が綺麗なの。ああ、死んだ。狂気的だと。さあ、来ますよ。あ、ちなみにおじいさんは1面を100万回クリアしましたが、2面をクリアしたことはございません。2面から本気になってきます、このゲーム。こっからが本番です。こっからめちゃくちゃ難しい。あかん。
が強いのよ。これが強いね。えぐい、えぐい。カープコンも画角に入れなくていいです。なんか変なこだわり見せなくていいですよ。いきます。
地獄、もう地獄、あ、なんか来た、あ、どうなってる、わからん、わかんねー、はい、ということでいかがだったでしょうか。1面は遊び、2面本気、3面はもう気違いです。こんなもんできません。あー面白かった。ということでですね、本日ご紹介してきたのはブレイジングスターですね。最近は結構なんかね、一時はよく見たんやけど、最近はあんまりね、こう中古市場でもあまり出てないみたいで、ちょっとだけほんのちょっとだけプレミア付き始めてるかなみたいな感じですね。でもね、逆にベースボールスターズとかが逆にすげえプレミアついててびっくりしてるんですけど、まあブレージングスターでした。で今回もおじいさんオリジナル自分作成の箱に入れて終わりましょう。はい、偽物の箱です。自分で作ったブレージングスターですね。ここに収納しましょう。でーり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 ー、言うてからして、ほにゃららららら、言うてからして、はい、これであなたもコレクションしましょう。皆さんもこんな感じで、中華ゲーム機の簡易さと、このような、アナログティーな小味のアーケード筐体で遊ぶめんどくささっていうところの面白さみたいなものを共有して、まあこういうのから伝わっていけばいいかなと思います。このところで初めておじいさんのこと知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。